三坂峠は愛媛県松山市と上受けなぐ熊高原町の市町境にある峠。標高720メートル。分水嶺にもなっていて北側の三坂川は瀬戸内海に南側の熊川は太平洋に流れる。峠道は松山と高知と結ぶ主要陸路として土佐街道と呼ばれている。1881年に正岡四季もこの峠で、 死を残している。また、1966年4月の植樹祭に出席した昭和天皇の読んだ死が記念碑として峠の頂上に立っている。その植樹祭や土地がたに触れ合い林として整備され、2008年の手入れ会には天皇陛下も出席した。それに合わせ付近の道路、ガードレールの整備も行われたが、現在は立ち入り禁止となっている。 古くから交通の難所とされてきたが、明治時代に大久保陣の進むにより、四国新道完成として改修され、後この道が国道33号に指定された。第二次世界大戦後、建設省直轄で一時改築事業が行われ、1966年までに自動車が通行できるよう整備された。急旬な地形に作られた道路であり、 ヘアピンカーブの連続した坂道が続くことなどから、ローリング族が出没する。また、冬季には、積雪、凍結も見られる。交通を円滑化するため、三坂道路事業として三坂第一トンネル及び三坂第二トンネルが屈作され、高知松山自動車道開通に向けて整備されている。なお、2015年4月1日、 かつて国道440号との重複区間となっていた愛媛県上受け郡ぐ熊高原町東明神から三坂峠を通り愛媛県伊予郡戸部町太平に至る延長約 9.2km が国道33号の指定を外され国道440号の単独区間となった。 松山市川から見ると、坂を一気に登り詰める形になるので、峠からの松山平野が見渡せる。峠を南に下ると、熊高原に入る。伊予鉄道により、三坂峠ドライブインが設けられていたが、高知自動車道の開通により車の流れが移動したこともあり、不審となり閉鎖された。三坂峠ドライブインは2008年に取り壊され、現在は、さらちとなっている。 この施設のほか、周辺には土産屋やホテル等の廃墟が残存しているが、現在営業中の商業施設はない。ありがとうございます。